パンポン。こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。動画をご覧の皆さん、こんにちは。趣味で動画を上げてるもの、ルチョウです。さあ、ということで前回はこのね、蛇の抜け殻のある教会ですね、ここの神肌の騎手を倒したところで動画が終わっています。まあ、何かここがありそうですが、ちょっと分かりませんので、とりあえずね、また火山館を先に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。さあ、まあまずはこの先にいかにもこっちに行ってくださいみたいな方は行かずに、横の方からまあ見に行こうかなと。まあ、作り的にはなんかあれだね、オルニールだっけ、あいつのところっぽいかなーっていう感じの作りですね。教会、下でボス戦があって上にこういう風にアイテムがあるみたいな感じは。特に何もないですね。外出てみるか。おおほほ。めっちゃ溶岩。これでもこっち行けそうだな。あ、でも行くとこ一緒だな。これ。こっちが道ではない説ありますこれ。いや、なさそうだからちょっとここ行ってみるか。どうなんでしょうね。大したソウル持ってないんで別に落としてしまっても構わないんですけども。あ、ちょっと待って、でもここにあるな。サインだまりがあるってことは、でもすなわちそういうことだと思うので、先があるっていうことだと思うので、まあ普通に行きましょうか。さすがにこの下はダメだな。あそこまで降りたら多分戻ってこれなさそう。おっ、12、結構大きくなってきたね。で、今向こうの方にも道があって、こっちにも道があると。後ろの道先に見に行くかと。こっちだね。ちょっとあの橋があまりにも怖かったので、とりあえずこっちだな。なんかありそうだ。あー、ここに戻ってくる感じか。ここが初とかだと個人的に思ってるので、じゃあこっちは関係ないルートだね。いや、でもこれマグマのところに行く道とかあるのかな。でも個人的にはアイテムとか敵が見えないイコール行ける道ではないっていう、そういう認識で今までのソウルシリーズやってますので、まあないと思って行きましょうか。わ、でもここ行けそう。そしてここ落ちそう。あ、ここで、あ、上行ける、こっちだ。こう。はい。で、ここがこうでしょ。で、こっちにこう。で、ここをこう。で、こう。あ、オッケー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 。来たね。ここどっからか上から見えてたところだな。あー、向こうに行く感じか。とりあえずこっち行って、で、こっちか、あ、違う、こっちか見てこようかな。一番進む方向がなさそうな感じなところ。うわー、そこは大丈夫でしょう。なんかありそうだからちょっと見に行くか、一応。ほっと。ほっ。ここをこう行って、あ、あ、嘘。なんもなし。ただのもう一段上。嘘。そんなどうでもいい道あるよし、じゃあまあさっきの道は何もなかったので、とりあえず行きましょうか。いや、こここそなんか溶岩ドラゴンが出てきそうな感じは。うわー、マジか。無視だな。無視、お前は無視。ここだ。オッケー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 。無視大正解です。で、ここ開けれるでしょ。あー、これは降りれるけど今じゃなさそうだな。とりあえず後だな。炎をエンチャントしてやがる。おいおい、オッケー。お前には容赦しねえ。なんだお前、それずりーぞ。せめてもちょっと溶けたりしてくれよ。ダメージはあってほしい。いるね。危険を一発。あ、お前か。うわー、うわー、うわー。オッケー。あ、ここだね。ここがさっきのところのショートカット。で、ここのショートカットをつないでしまえば、おっといけるとこある。そうだね。あ、オッケーオッケーオッケー。ここのショートカットをつないでしまえば特に問題はないので、さっきの行けるとこに行ってしまおうか。ほっ、オッケー。なんだあいつ。あ、ただの猛者か。じゃあベッドに横たわってる石剣を取り、あ、ここ出れそうだな。お、さっきの乙女人形のこっち側に出る感じか。いますね。オッケー。胆石かーい。さあこれ飲んでしまって、うわ、怖え。なんかいそう。あ、なんか上に登れるとこ発見。これ多分ちょっとしたショートカット的なやつではないですかこれ。では上に登りきりまして、いや、もうじゃ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 、これで戻ってきた感じかな。うわ、毒危ない。うわ、毒か。まあでも一発でなんとかなるんなら別に問題ない。くー、届け。よし、毒だけじゃなくてダメージ入るんか。面倒だな。よし、これなら問題なし。なんだあれ。あ、でもロックオン別にできないな。なんだあれ、なんか動いてるぞ。あっ、ぶっ、あぶねえ。ああ、ズルズルっといくと思った。あ、ここは普通にこれか。ロア怪しいよね、このさ、なんか動いてるよね。市民の図鑑。ヘビ動いてるよね、これ。あいつ怪しいもんね。で、横確認して、まあ何もいない。こいつだけ。お、早い！無知か！危ない！危ない！回復！おっぶね！いやー、溶岩戦技か。強っ。結局表層だより時たまいる一人でいるヘビはちょっと気をつけた方がいいかもな。下に道ある。いや、どうしよう。でも行けそうなんだよな。これ以上先行ってからだとちょっとなんか気持ちがあれしちゃうな。これ上にも行けるよね絶対。これしかも開けれる。うわー、ここは一旦後だな。一旦後でちょっと下行かしてもらおう。なんかちょっとカエルの音するこれもしかして。ゲロ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 。バジリスクいる。あー、やっぱ来たか。くっ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 。さあ回復。ほっすっすっすっ。さあ回復。めっちゃいる。バジリスクやっぱいる。ほい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 。バジリスクいるのを見てこっちにもう一回逃げて。オッケー、まず一人。くっ、うわっ、ポイズン。ポイズンはまずい。なんだポイズンって。お前の、あー、でもヘビだからそらポイズンか。危ない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 。しよう。やっぱヘビだったか。じゃあバジリスクのとこ行きましょうか。なんかある。まあ、本当にアイテム回収だけだね、ここは。バジリスク燃えねえんだ。特に何もないな。あれだけか。いやー、危なかった。オッケー、切れたね。ちょうどだ。で、ここから戻っていくと。いやー、かなりちょっと面倒だが、これはアークでしょう。OK。いや、優秀。いや、マジで下へまるけどな。なんだこれ。卵とヘビって感じか、あれは。で、多分あれは無知だろ。邪神の位牌。はい。何？その体が伸びた時はちょっと強靭があるの厄介だな。なんか動いた？奥のやつなんか動いたかそれ。やめて。奥のやつ動いた？なんだ？うわっ、なんだ頭。いや、実験と。ブラボの実験棟みたいになってるよ、その頭。ちょっとやめてくれよ、俺トラウマなんだ、あれ。マジで嫌いなんだよ、ブラボの実験棟は。うわー、やばっ。オッケー。当たんね！スタミナ回復。オッケー。これ絶対毒来る、毒来る、毒来ると思って。来ない。怖っ。ちょこちょこ火山館実験棟の雰囲気出してくるよね。ちょっとそういうのほんと良くないよ。俺嫌いだから実験棟。後ろは正規ルートじゃないってことだから、こっちが正規ルート。じゃあちょっと後ろ見ていく。ああ、さっきのところだね。はいはい、さっきのところの上。雰囲気的にはあんまり隠し壁とかそういうのがない感じだとは思ってるんですけど。え？なんだこれ。降りてっけえじゃん。どうしようかな、これ。こういう落下したら一貫の終わり系はね、マジで、行くタイミングによってはね、地獄と化すので、しっかりと先を見て判断してからの方がね、個人的にはいいと思ってる。あ！なるほど。ここ転送か。ってことはこれ、これ、ボス戦の匂いしてきましたね。その前にじゃあこっち行っちゃうか。これ何これ、乗った瞬間にポーンって落ちたりしないよね。しない、OK？ で、ここはこう。で、ここはこう。マジかー。これマジでさ、たまに思うけどさ、これで遠距離手段ないさ、物理ビルドの人どうしてんだろうね。あそこどう行く？あそこは行けないね。降りてくしかないのか。あのアイテムって感じかな。あれどうやって取るんだ？わかんねえな。さっと。これ見えざる体でごまかした方がいいな、これ。ごまかそう。ごまかして、こっち行ってアイテムあり。大きい死の決意。うわ、何捕まるんか今の。ダッシュしとったけど。ガチャ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 。危ねえ。これ全員に囲まれたら終わりだな。上扉どこ？これパッチの前もしかして。正解マジどういう感じよ。やっていく。こっち行けるで。これアイテムはおっ、苗床じゃん。苗床ってことはストーリーに必須だ。あらー、どこここ。相手にしたくないよ君は。ダッシュ抜けます。相手にする必要なし。この下、あー戻ってきただけか。これあれじゃん、一番最初の境界の上じゃん、これ。ほら、そうそうそうだね。なるほど、わかりました。じゃあ、さよならです。ここね、ここ。ここもなんか降りれそうな気配がするんだけど。あ、はしごあるじゃん。なるほど。ちょっと待って、はしごあるならこっち先だな。ボエーってまた言ってるじゃん。ボエーっつって。ボエボエすな。いや、2発か。ロー俺には当たらん。貴様には当たる。ほっほっよし。なるほど、こっちは普通に降りれる感じか。これは開けれるでしょ。オッケー。上確認、横確認、何もいない。宣教師の製法書か。はい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 。ところで、この火山館のこいつら、白金人めちゃめちゃいるけど、火山館は白金人をこう雇用してるとかっていう、そういう感じなのかな。まあでも白金人自体はリエニエコにいたから、まあレアルカリア関連の存在ではあるとは思うんだけど、白金人をまた借り受けて邪人にしてしまってるみたいな、そういう考えもあるんだろうか。よいしょ。で、こっち来て、あそこはさすがにないでしょ。おうおう、ひしずくすからべ。でここに戻ってくるか。なるほどね。ここは戻ってくるためのポジションだったってわけか。さあここも先へ進んで、頭おかしくなってるけど、はい、先へ進んで、さあでここに触れてみると、これ多分ボスのとこに移動だと思うんですけど、そうですねですね。しかもなんかご丁寧に、祝福あるぞ。越見の道、もう越見って言ってんじゃん王にまみえるよ。こっから先ボスですので、ただね、火山館の依頼がね結構あるんですよ。これをねやったらどうなるのかっていうのも気になるので、一旦火山館のこっちに戻って、でどういう風にね会話が変わってなければ一旦そこでデータを保存して、その火山館のやつらを倒したバージョンと倒してないバージョンでどういう風に違いがあるのかをちょっと見ていきたいと思いますので、一旦この本拠地に戻ります。で一応拾った王騎士の決意がこれですね。かつてエルデの王に仕えた騎士たちの戦技武器を眼前に掲げ決意を誓い、次の一撃の威力を大きく高める。デタミネーションの上位版か。はい、ということで一応ねこの火山館の NPC に全員話しかけてみましたが、特に変わった様子はないので、なんだあれ、どういけばいい？あのアイテム。いや、戻れなくなっちゃうもんね。だって、ここの高さ的には。あそこがワンチャンある入り口って感じか？ほっ。いけたな。ここはなんだ？これこそなんか、フル狩人の工房に行く道みたいな感じだけど。一人。これは戦わずして通り過ぎよ。これ戦わずして通り過ぎる。ほっと。あ、これでこっちが来れるんじゃない？普通に。正解正解。おお、探検のタリスマン。これ地名が上がるんじゃないですか、もしかして。うわー、地名の一撃を強化する。死に損なった者たちを一突きで解釈する。まさに慈悲こそが殺意を高めるのだ。うわ、俺のためにあるようなタリスマンじゃん、これ。でもう一人この辺にいたよね。オッケー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 。よし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 、来たんじゃないですか、来たんじゃないですか。ルーの子。これで全部取れたでしょ。一旦これでボス戦やって、その後ボス戦見た後にもう一回この、依頼をこなしてどうなるかをまた見るっていう感じでいきましょう。ということで、装備こんな感じにしました。探求のタリスマン、地面の一撃を強化する、大壺の武具塊、装備重量を上げる、ゴッドフレイの肖像、戦技の試し用を強化する、そして緑亀のタリスマン、スタミナの回復速度を上げるといった感じですね。で、なぜこうしたかというと、まあ、予想としてはですね、火山館に最初に来た時にね、亡霊の NPC も言ってましたが、玉座の間になんか槍を置いてきたと。その槍で突き刺し殺せみたいなことをね、確か言ってたんですよ。経験上ですね、デモンズの嵐の王、もしくはダークソウル3のヨウム、よろしくですね、ストームルーラー的な武器があって、それを拾って、そしてその武器の戦技でやつを倒していくみたいな感じになると思いますので、ちょっとその予想でねこの装備にしておりますので、よろしくお願いします。よし、では行きましょうか。まあ、あるね、目の前ね、これだね、大じゃがり。ゆっくり見れるね、これ。体験であり、槍でもある武器。古い時代、不死の大蛇を勝ったとされ、大蛇と対した時の長き光の刃を生じる。覇王の雄心が下びきった貪欲に出した時、落ちた時、騎士たちは主を止める武器を探したのだ。戦技大じゃがり。全力で突き、追加入力で突き上げる戦技。大蛇と対した時の長き光の刃を生じ、真の力を発揮する。ちょっと待ってね。FP 消費しますね。これで今の FP 消費が10、10で20だけど。おー、減る減る減る。これでいこう。OK。いこう。さあ、ホームかないカード。いや、神ぐらいの大じゃよ。どういう感じで来るんですか？ドン、ズボン、うわーいや、すごかったな。というか、フロムシリーズにも、なんか気合のたすき的なあれが欲しいよね、本当に。なんか一発、マックスから一発食らっても大丈夫みたいな。これどうなの？ここ入っちゃダメ？入っちゃダメだね、これ。めっちゃ食らってるね。めっちゃ食らってるけど、これどうなんだ。俺この溶岩の中にいていいのか、このひるみで。いや、ダメだな。ちょっと一発で死んじゃうんでね。どういう風の体なんだろう。いやー、マジか。ほい。あ、食われてる。食われて、ドン。あ、ペローン。ちょっとずつ来てくれるんであれば、こっちで待っとけばいいと思う。痛い。あ、溶岩ごと移動してくるのこれ。そういう感じか。じゃあまあ、ゴリ押しですね。行きましょう。まあ、離れてても多分、無駄そうなので。大蛇っていうか、やっぱ蛇に近いか。蛇というか竜に近い感じなのかな、これ。追加入力で回復し、うわー、回復できない。回復してで、これもう近くでこれ打つ。で、追加入力して、で、これ回復する。回復できない。マジで鬱陶しい、このバビが、溶岩によるこの、これもしかしてめっちゃリーチあるとかそういうことない？もしかしてこうめちゃめちゃリーチがあるとか、そういうことないですか？めちゃめちゃリーチがあって、実は溶岩に入らなくても、攻撃が当てられますよみたいな、そういうことないですか？2段階目の追加入力が出せないもんね。ありそうだけどな、なんか別にそんな近づかなくても大丈夫ですよみたいな、それコメントで書かれてそうだけど、俺は気になら、俺はもう全然前へ行く。ここでも届くんであれば問題なさそう。ゴリ押し、ゴリ押し、届いてる。いけ、回復。危ねえ。届いてるんであればゴリ押せ。俺ゴリ押せ。さあ、追加入力。あ終わったぞこれ多分。あ、ヤマタのオロチ伝説よろしく。なんか終わったけど。これライカード中から出てくる、もしかして。あー、なるほど。出てくんのか。ちょっと面倒だな。2段階あるか。良いではないか。あ、何？うわ、ヤマタ、本当にヤマタのオロチ伝説っぽいね。蛇の中から剣が。ヒュドラもそうだっけ？ 10。わあ。蛇の王の家族となり、共に神を向けらうぞ面白いな。いやーマジか、そうなるんか。結構 FP 使っちゃってんだよな。ほいっ、やっつー、あぶね、間に合ったか。またこれずっと使ってく感じでいいのかな。いや何が問題ってね、このちょっとしたひるみが一番問題なんですよね。わかんねえし、ドンが来そうだけど大丈夫大丈夫大丈夫。いやめんどくせえ。追撃追撃だな。追撃どんどん入れていかないと。追撃まで入れていかないと、これあれだ、全然ダメージ稼げないわ。もうこれ最後の1個。まあ、そうだね、追撃まで入れないとダメだ。これ2段階目の一撃まで入れないとこのダメージ入らないんで、もうずーっと L2 をして、でもう一回すぐ L2、 もう一回すぐ L2、 押せない。これで2000入って、次の一撃でまた6000ぐらい入るんで、すぐ押さないとダメだね。なるほど、ライカードの大ルーン、そして冒涜の君主の追憶と、何者も我を律せられぬ。瞳のサーコーとヘビは不滅よ。鎖林の上から鎖片びらみたいなもんかな。茶色のサーコーと羽織ったもの、瞳の紋章には百獣ギデオンに使い、彼の瞳であり耳であった印であり。やばいな、やっぱりギデオン黒幕説来てるね。イベントですね。もう本当に L2 ずっと押してるだけっていう感じでいいのかな。もうちょっとなんか都合のいいというか効率のいい倒し方があるかもしれませんが、よく分かりませんでしたでは触りましょうか。でレベルアップしちゃおうかな、とりあえず一旦は。冒涜の君主ライカード、彼は何を冒涜したんだろうな。まあとりあえず知力ガン上げでいきましょう。あ、でもあれか、こいつを倒しても火山岩からの依頼が消えないってことは別口ってっていうことでいいのかな。こいつがいなくなった後はもう何も、ちょっとモーションの変わった槍剣みたいな感じになるんだ。はい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 。谷様聞こう。そうか、我が王が敗れたのか。いや、キコリは感謝しよう。我が王はまだ弱かった、それが分かったのだから。どういうこと？敗北は終わりではない。我が王は不死。いつかより強く蘇る。どういうこと？そのために私もなすべきことをなすとしよう。火山館を離れる。はい。貴公もそうするといい。少し寂しいものだな。汚れた道を行く英雄はいつも美しい。私は貴公に惹かれていたよ。さらばだ。またいつか道を共にしよう。ああ、どういうこと？ライカードは何、復活系のボスなのか、これは。どういうことだ？あんた、ライカードをやりやがったな。へっへっへ。恐ろしい男で。まったくあんたを見てると、世まいごとにも思えなくなるぜ。遊び人がエルデの王になるってな。だからこの間はもう終わりでね。デミゴッドのバイケモンは倒れ、タニスも自分をなくしちまってる。冒涜野心にふさわしいくすったりな結末というわけだ。冒涜的野心好きだな、お前。仕方ねえ。俺もまた風天に戻るとするさ。あばよ、あんた。どうした？パチ商店に最後の選別でもくれるのかい？なんか増えたか、お前。はいはい、わかったわかった。すまんな。新たなアイテムが、やつか。教えてくれた。感謝を。そうか。お前の狂った王はもう殺してやったぞ。あれ、ラーヤ。ラヤ、どこだラヤ、いない、あいつもいない、嘘。え、キコ、ライカーと伏したようだな。攻め合わせる強い者が奪う、それが我らの掟。冒涜に見ゆられた時から惨めな死はあやつも覚悟していたはずだ。あ、ライカーだと仲良かったのかな。火山館も終わりだな。古い約束を果たすとしよう。玉ねぎポジか。散々と同胞を借り奪ってきたからな。その全てをもって黄金時に弓引く時よ。ほう。大いなる意志を聞くがよい。我が名は配列者ベルナール。友の意志を継ぎ、お前を潰す。我らはお前の駒ならず、それを思い知らせてやる。さあ、戻ってきましたが、いなくなりましたね、タニス様は。忘却の飛躍。これ使うと、ライカードがまた出てくるっていう、そういう感じかな。忌まわしい生誕の儀式の落とし子が母の体内で包まれていた羊膜。いつまでも乾くな。ぽいけどな。忘却の飛躍。銅の小瓶に入った飛躍。辛い苦悩をすべて忘れさせる。冒涜を誓ったライカードからの贈り物は、だが、タニスには不要だった。我が王よ。あなたを忘れてしまう以上に辛い苦悩などあるでしょうか。なんという。なんというけなげな妻。これは、なんかあるんだろうな。あ、みんないなくなってる。あ、そう。うわー、わからん。一応、円卓行ってみるか。永遠に生き、暗い、成長し続ける。そのためにライカードは大蛇となった。我は知る。冒涜の道の陶器険しさを。罪を嫌って、歩めるものか。もうライカードはもうそういう罪を全部背負う覚悟で蛇となったと、そういうことなんでしょうかね。で、冒涜の聖剣が信仰補正のある炎攻撃力の持つ体験ってことは、これはあれか、混沌系ってことかな。冒涜の君主ライカードの聖剣、彼の食らった無数の人々英雄たちの亡きがらが献身の表面でうねうねとうごめいている。それらは今や血を同じくした家族。お前もファミリーっつってファミパンされるみたいな、そういう感じなのかな。敵を倒した後 HP を回復する。専用戦技略奪の炎。聖剣を掲げ冒涜の炎を燃やし激しく前方に放つ戦技。その炎は HP を奪う。あー、ちょっとわかんないですね、どんな風だったか。ライカードの怨霊。冒涜の君主ライカードのおぞましい力。くすぶる怨霊を放ち、その奇跡に間を置いて連続する爆発を生じる。ああ、ヒューと言ってドン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 みたいな感じかな。それは英雄たちの非業の怨霊である。彼らは王にまみえ、歓迎と共にむさぼり食われ、大蛇の中で王の家族となったのだ。仲良くなったけど結局、食われて、それでお前も家族だわっしょいで、ありがとうございます、みたいな、そういう感じってことかな。ギデオンとこう敵対する流れはもう間違いなさそうだな、なんか感じ的には。ライカーを倒して出てきた鎧がなんか全てを物語ってたね。ライカード自身はギデオンのまあ手下であったみたいな、そういう感じなのかな。やっぱり元手下っていう感じの方が正確なのかな。それでもやっぱ力を求めて、で力を求めるにはやっぱ冒涜、そういった悪しき力に手を染めなきゃいけなくて、それでも彼は王タラント、デミゴッドの力タラントしてその道に進んだけれども、周りからは理解されなかった。それは英雄たる道ではないと、野心のある王ではないと、周りの、まあ、仲間からは言われてしまったという、そういう感じなんだろうかね。さあ、ということで今回はここまでにしていきたいと思いますね。火山館、意外と短いマップでしたし、まあ、予想通りね、ボス自体も、まあ、ちょっとイベントボスに近いような風景がありましたので、まあ、ここまでしっかりと HP を上げていれば問題ないんじゃないかなとは思いました。気に入っていただいた方はチャンネル登録、もしくは高評価、コメントなんかをよろしくお願いいたします。ゆうこは寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。